いや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 、来ましたね、来ましたね。星6確定ガチャ、まあアビリティガチャってやつ、アビリティパック特典だね。いやー来やがったか、ついにこの時が。賛否両論ありますね、これね。高いんだよね。まあ高くはないんだけどね、実際ね。キャラクターが5キャラ出るんだよ、確かね、各属性で。うん、だから5キャラ出るからもうなかなかのもんよ。まあ早速ね、まあ、引いていきたいと思うんだが、まあ、チャンギゴ何狙うかって話よ、要するに。うん、チャンギゴっつったらもういろんなキャラクター持ってんじゃん。うん、もう正直持ってんじゃん。でその中で何が欲しいか、一つです。私が最近狙っていたキャラクターわかるね。そう、ルーだね。でルーはアンチワープ持ってる光属性のキャラなんですよ。まあだからちょっとルーを狙っていけたらなと思っております。うん、ルーはなんで狙ってるかっていうと、運極にしたいんですよ、刹那で使えるから。まあ、そんなにもう刹那周回することはないんですけども、運極狙ってるわけじゃないんでね、ないんですけれども、フレンドで置いといたらみんなが使ってくれるかなというところで、便利なおじさんと化したいわけでございます。でそんなわけでね、ルーはラックスキルクリティカルなんで、まあ最強かなというところで狙っていきたいと思います。うん、まあ各属性なんだよねこれ。だから光属性のところでちゃんとルーが出てくれるかどうかが問題。だからアンチワープだけでちょっと相当かけてみると、多分相当かけたから相当まあ範囲は広いんじゃないかなと思ってます。いや結構いるな、いや結構いる。なんだったら限定キャラクター出ないんですよ。出るとしたら下手すると脱足さん、脱足さんが出る気がするんだよね。脱足さんか、まあレビーアクとか。いや勘弁してよ本当に、それだけは、それだけは勘弁してくれよ。でも進化前ないから出ないか、進化してんだっけあれ。まあいいや、うん、まあじゃあとりあえずアンチワープで、あ星6だ、進化してんじゃん。うわ進化神化してる状態だからありえるな。まあいいや、ではいくぞ、せーのポチッ。アンチワープのガチャでよろしいですか。決定後にアビリティの変更はできませんのでご注意ください。大丈夫だルー、目パチパチとか確定とかないもんなこれな、確定だから。そもそもはい、かゆいよここ、頼む。うん、ルガンガン、え重心から出てんだ一人。ちょっと待って、ちょっと待って、重心化じゃない、おい神化、神化じゃねえかよ、重心から出てよ。おいケチだな、ちょっとケチだなそこ。はい、まあそんなわけで私のなんだこの長運は、しかも使わない方の長運だ。いや持ってないっちゃ持ってなかったから嬉しいね、こっち使ってないもん俺。はい、岩投手もこっちは持ってないかもしれない、わかんないけどね。はい、こんな結果になりました。皆さんはどういった結果だったでしょうか。ぜひともコメント欄で書いてくださいな。以上ギコちゃんでした、バイバーイ。